ジョセフ・ペーター・ウォルトゲルドジョン・ピーター・ウォルトゲルドはアメリカ合衆国の政治家。第20代イリノイ州知事。所属政党は民主党。ジョン・ピーター・ウォルトゲルドはナッサウ公国のベスター・バルトゼルタースで生まれた。生後3ヶ月で両親と共にアメリカに渡り、オハイオ州のマンスフィールドにやってきた。十六歳の頃、年齢を偽って南北戦争に参加し、北軍の 第164オハイオ不評連隊に入隊した。予備部隊だったため、戦闘にはあまり参加しなかったが、従軍中に熱を出して死にかけた。その後、父親の農場で働きながら、歴ントンのプライベートスクールで学び、教員となった。ミズーリ州で鉄道建設の作業員として働きながら、弁護士を目指していたが、気候と労働が原因で病気になり、 アンドリュー・グン・サバンナで教師と納付になった。同地の法律事務所で再び法律の勉強を始め、1871年にアンドリュー・軍の弁護士資格を取得した。その後、サバンナ市法務官や水売り州地法検事を務めた。1875年にシカゴに移って弁護士活動を続けたが、シカゴや地元オハヨ州での不動産取引企業で成功を収めた。 1891年当時、シカゴで最も高いビルであった、ユニティビルディングを建設したのはオルトゲルドであった。1884年に、イリノイ州第四選挙区から、下院議員選挙に出馬したが、共和党現職のジョージ・ E ・アダムズに敗れたが、共和党支持者の多い選挙区にしては善戦した。同年、オルトゲルドは、アワー・ピノル・マシーナリーイッツ・ビクティムズという、 刑罰改革に関するエッセイを発表し、東国が犯罪者を再生産していると批判した。1886年に、クック軍高等裁判所の裁判官となった。1893年に、イリノイ州知事選に民主党から立候補し、共和党現職のジョゼフ・ファイファーを破って当選した。在任中は、労働問題や女性問題の解決に努めた。 1897年の知事選では共和党のジョン・タナーに敗れた。その後、1899年と1901年にシカゴ市長選挙に出馬するもいずれも落選した。1902年に脳内出血のためイリノイ州ジョリエットで54歳で死去した。ありがとうございます。